ここに来るとどうしても暁との戦いを思い出すわね。うん。さて、その暁のことなんだけど、実は今回の任務とは別に再捜査任務も受けていてね。再捜査？暁のことですか？そう。この先にある奴らのアジト内部を捜査し、暁に関する情報を手に入れる。今はどんなに小さいことでも奴らの情報を手に入れたいからね。なるほど。さあ、それじゃアジトに入るよ。おい、さすがに静かだってばよ。よし、ここからは手分けして捜査しよう。各自四方に分かれて捜査を行ってくれ。もし何かを見つけたらすぐに僕を呼ぶように。了解。何か見つけたみたいだな。ナルト、何を見つけたの？なんか札みたいなのがあったんだけど。札？でもどこにもないけど。ああ、これこれ。へえ、なんか怪しい札。よく見つけたわね。ってあんた、あいつらの罠かもしれないのに何勝手に入ってんのよ。はぁ、どうやら本当に罠だったようですね。ナルトとサクラの偽物か。確か外藩の報告に偽物が出現したとあったな。あんたね。さくら、説教は後だ。まずはこいつらをどうにかするよ。ナルトたちはさくらの偽物を相手しろ。さくらと僕はナルトの偽物を相手する。了解。お前、今度はちゃんと。分かってるよ。今度はしっかり援護をする。なんかムカつくけど、とりあえず行くぜ。オーダーだ！
ちは終わったようだ。さくら、こっちも終わらせるよ。はい。戦闘開始。手荒な真似はしたくなかったが、手加減はしないよ。オプトン、ヒロキ、少しは本気で来い。勝負あり。気を引き締めておいて、正解だったね。敵も片付けたことだし、ちょっと二人で話をしましょうか。ナルト。え？よ、どうしたの？なんかすげー怖いんだけど。サイ、ナルトへの説教はサクラに任せて、僕たちは捜査を続けようか。はい。そっちの話は終わったようだね。はい、今度は絶対に失敗しないそうですね、ナルト。はい。さて、君たちが話をしている間、僕とサイの方で捜査を続けたんだけど、どうでした？残念だけど、めぼしい情報は手に入らなかった。あったのは、ナルト、君が見つけた侵入者用に残していた罠だけだ。鮮やかだよ。まさかここまで痕跡を消しているなんてね。結局無駄だったってことか。いや、そうとも言い切れないでしょう。一つだけ分かったことがあるし。分かったこと？それでは、どうやら僕が想像していた以上に、暁は用意周到で計画的な集団らしい。改めて彼らのしたたかさを知ったよ。今後気を引き締める必要がある。それだけ分かっただけでも十分だ。ま、とにかく再捜査はここまでだ。これからは本任務に戻るよ。おっす。暁か。奴らの行動は今後も注意を払わないとな。